さんこんにちは。今回の動画は、ここ1、2年で話題のファイアについてのお話です。このファイアに関心のある層は、本動画のメイン視聴者層でもあるので、海外移住と絡めた点からも、お話できればと思います。うぷ主個人が調べた範囲のお話なので、すべて鵜呑みに馳せずに、参考例としてお聞きください。それでは、本編に行ってみましょう。ここで改めて、実はファイアってよくわかってないという方のために、うぷ主調べでの簡単な説明をさせていただきます。もう知ってるよ、という方は概要欄から次のチャプターへ。それでは始めていきます。ファイアというのは略語で、ファイナンシャルインディペンデンス、リタイアーリーの頭文字を取っています。直訳すると、経済的自立による早期リタイア、ですね。つまり、働かなくても生活できる、自由人になることが目的です。当初は欧米の若い世代で大人気でしたが、今では日本人の若い世代にも広がりつつあります。うぷ主30代後半と近い世代や、若い世代には通じるのですが、40代後半以上の方には、こいつ、何言ってるんだ?みたいな顔をされることも多いので、これからファイア状態を目指す方は、ご両親や、親世代の親戚、知人にはお話をしない方がいいと思います。特に日本人の方ですと、まだまだ長時間労働を良しとする人も多いので、結果だけ見ると楽だけしているファイア状態を受け付けない方はいますね。そして、一部の方の中には、ファイア状態を生活保護と混同している方もいるのですが、市役所で3年半、生活保護の担当部署にいたうぷ主から見て、次の2点が全く異なります。資産保有、住居選択の自由は一部の例外はありますが、生活保護受給者にはほぼ認められていません。まあ、年金以外の資産が、後から見つかると面倒でしたね。ちょっと前置きが長くなってきたので、簡潔にファイア状態をまとめると、基本的には資産運用をして稼ぎ、働く場所や住む場所にとらわれず、自由な時間を満喫する、という状態であり、今現在一部の人がそれを目指しています。その状態の中でも、いくつか種類があるので、次のパートで、ファイアの種類のご説明をいたします。ファイアの種類といっても、某人気ゲームのように、ファイア、ファイラ、ファイガ、と威力が上がるわけではありません。ファイア状態には全部で4つの種類があります。資産の状況と労働の有無で分類されるのですが、まずはもう働かないパターン。働かないファイア状態は、この2つ。それぞれ簡単に説明しますと、1のファットファイアというのは、ファイア状態の理想の形です。この状態では働かずに、贅沢もして過ごせる状態と言われています。本当の意味でのお金に困らないの状態ですね。続いて2のリーン、ファイアですが、こちらも働かないという点は1と同じなのですが、贅沢できるほどの余裕はなく、多少の節約が必要な状態です。貯金に余裕がある時の無職期間をイメージすると、ご経験のある方は結構いるかもしれませんね。以上の2つが、働かないファイア状態となります。続いては、働きながらのファイア状態がこちら。働くファイア状態は、この2つ。それぞれ簡単に説明しますと、3のコースト、ファイアというのは、働く必要はないけれども、働いているという状態です。社会との関わりを持つため、というのが主な目的みたいです。金持ちの道楽、神々の遊び。これもこれで好きなことだけできるので、理想の形ではありますね。最後は4のサイドファイア、バリスタファイアという人もいます。この状態は、資産運用で足りないお金を自営業やパートの仕事で賄う状態です。一応、海外の定期預金で運用をして、自営業をしているうぷ主は、この状態に片足くらいは突っ込んでいると言えますね。運用額が小さすぎて、ただの小遣い稼ぎレベルじゃないか。さて、こちらが今回の最後のパートとなりますが、ファイア状態を実現するのに、いくら資産が必要かをお話ししていませんでした。むしろ、一番大事な部分ですよ。それでは、あまり引っ張らずに、ファイア状態の実現に必要な金額は、こちら。この年間生活費の25倍の資産を 4% の利益が出るように運用するのですが、人それぞれ生活費も運用方法も異なるので、これはあくまでも目安となります。日本の都心部で贅沢したい人と、東南アジアで安い生活のうぷ主では、桁が一つくらい違いますからね。
ファイア状態達成のハードルを下げたいなら、物価の安さは重要になりますね。はい、今回はなんだかんだでファイアの基本説明で終わってしまいました。まあ、この部分がわかっていないと、次回以降のお話に繋がりませんからね。何事も知らないでやらないのと、知ってるけどあえてやらないのでは、大きく違ってきますので、今回のお話を聞いて、興味を持って調べ始める方や、改めて、ファイア状態なんて目指さない、という方が現れるかもしれませんが、その際の各自のご判断の参考になっていれば幸いです。当然ながらデメリットもあるので、ファイア状態を目指そうという方は、ご自身でもしっかりとお調べください。次回は今回の説明事項を踏まえて、実際に東南アジアに住んで、資産運用できるのか、ウプ主の運用例も交えて、ご紹介したいと思います。この動画が面白かった、参考になりそうだという方、ちょっと次回が気になるという方は、チャンネル登録、高評価をお願いします。それではまた次回の動画で。ご視聴ありがとうございました。